皆さんこんにちは。デパ地下グルメ馬山の調査隊のなおです。昔から親しまれてきた上品な和菓子といえば金つば。そのシンプルな美味しさのファンだという方も多いのではないでしょうか。金つばといえばここ金つば中田屋にやってきました。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。こちらの名物金つばは素材にとことんこだわり抜いた名品なんですよね。はい、自慢の一品をぜひお召し上がりください。では早速調査したいと思います。ではどうぞ。ありがとうございます。うわー、見てください、この艶やかな小豆。いただきます。うん、おいしい。とっても上品な甘さですね。皮が薄くてダイレクトにこの小豆の粒を感じることができます。後味もさっぱりですね。ありがとうございます。素材に関しては厳選された北海道の小豆使ってまして、このプリプリ感の小豆をぜひ堪能してみてください。食べていただく方に関しては常温で食べていただきたいんですが、夏場は冷やして食べていただいて小豆バーのように食べていただくと美味しいと思います。なおの豆知識コーナー。金つばは江戸時代から一般庶民に親しまれてきました。京都で生まれた米粉で作られた銀つばに対して、江戸では小麦粉で作られた金つばが有名になったそうですよ。金つば中田屋の金つば、お中元はこれに決まりですね。ぜひ阪急オンラインショッピングでお取り寄せしてみてくださいね。以上、デパ地下グルメうまいもの調査隊でした。また来週。